もう一度言う。我らが言い方に入らないか。もう一度。誰だよお前。なるほど、レーザーのとこああいう感じで普通に避けることもできるんやね。まあボールは落とすけど、ちょっとだけ生き方が分かったような気がしないでもない。これで違うわ、超遥か彼方を止めてしまった遥か彼方を止めてしまった。そっちじゃないんだ、ここなんだ。この中間地点をとりあえず止めて、ああ早く止めさせてくれー。岩が来たタイミング、来たっていうか岩が来そうなタイミングで止めて、さあここで渡っていく。あ、間違えた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 ってば。待って、もう一回やり直さんといかんねもう一回ちょっとやり直さんといかんね。さあ来いよ早く、巨大な岩が来る前に来いよ早く。はい、そしてこれをそっちへ投げる。あ、落とした落としたわ私。これは私の多分ね、やることは分かっとるし合っとると思うんやけど、私のスピードとか反射神経とかもそういう私の能力的な問題やと思うよね意見ちょっとどうにもならんよね。こう、うわぶね。待って待って待って、はい、なんでなんでなんで置く、なんで置くの、なんで置くっていうかあれなんだ、なんでしゃがむんだ私。あー助けてー。なんかね、なんなんやろうな、コントローラーの反応が逆に良すぎるんかな逆に良すぎるんかな。え待って、どこ行ったボール。あ、ここで止まっとん。なにあれ、なんか宝箱がすげえないがしろな感じにされとるけどすげえないがしろな感じにされとるけど、このさ、ちょお願いお願い、あー待って待って待って、あーちょっと落ちていかないで。まあいっか、もうこっちから拾うわ。はい、繰り返す繰り返す。こういうタイミングの時に行けたらいいんやけど、よいしょ。あー、遥か彼方、遥か彼方、もう一回ちょっとタイミングを。あ、すげえ、岩の上に乗っとる。なに、いろんなパターンあるん、あれ宝箱の登場の仕方いろんなパターンあるんやけど、あれはあれかな、なに、マグネキャッチで持ってこれるやつかな。はい、そして私が、あぶねえ、とりあえず中間地点来たね。ふう、ここまで来たのはいいんやけど、あれよね、あー待って、私が流されていく。あー待って待って、これでマグネキャッチを使いたい。マグネキャッチで次宝箱来たら取るね私。待って、間違えた、武器を構えるんじゃないよ私。え、遠くね、宝箱遠くね。あ、いや仕留めた仕留めた。どうだ、こうか、これで近寄って近寄ってきたー。ちょ、落とさんように落とさんように、ここで OK 開く。お、オパールゲット。んで、あとは2本あるな、2本もあるのか、大変じゃね。あっち側には、こっち側のこれ止め、あ、でもこれ止めたらな、結局、これを、違う違う、これ、これマグネキャッチや。ビタロックでこれを止めまして。さあ、頑張って渡っていくべってやりたいんやけど、どう？岩は？岩は？いや、岩は？え、岩？ちょ待ってね、ちょ一旦、あ、戻らして戻らして。お、落ちた落ちた、せっかくあっこまで行ったのに。え、あっこ岩で塞がれないの、塞がれ
あ、そっか、ここが塞がれたところで。あ、ってことは手前のこっちを塞げばいいってことか。ふぅ、あー、今ちょスティックもげるんじゃないかっていうぐらい気合い入れた。で、あと次こっちでしょ、止めるの。次そこ止めて、止めてからの、止めてる間に、はい、そこ渡りきらないと。早く早く、そしてそこ、あ、ダメだ。タイミングなんよね、ここも。そうなんや、ここもタイミングなんだよ。あー、目の前を転がっ、目の前転がっちゃダメだから、それ。ちょ待って、はい、やめてー。うーし、てかこの宝箱超邪魔よね。ね、無理やった。この宝箱めっちゃ邪魔なんやけど、まあ、しょうがないか、それは。さあ、次に、でっかい岩がちょっと連続で来るまで待つよ。来る？来る？連続じゃないかな。もうちょっと固まって、あー、いいかな？いい感じかな？ちょっと待ってね。はい、止めます。そして、違うから。この、止めてる間に、行かせてくれれば、嬉しい。よ、はいはいはい、ちょっと行かせて行かせて行かせて、あ、行ける行ける行ける、そのままそっちそっちそっち、お願いお願い、スティックがちぎれる。ふう、来た来た来た、はい、やっと来た、つらーい。あー、やっと来た、よし、どう、適当、あー、ゴール、嬉しい、超嬉しい。なんかない、他に。なんもないね。オッケー。ふぅ、たどり着きました。誰やった？誰やった？なんとかようさん。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、孫をことなき勇者。根津ようやったっけ？違うな。今こそ、女神ハイリアナにおいて、克服の証を授けましょう。ありがとう。ふぅ。克服の証ゲット。あと2個で3つ分。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの家具があらんこと。どうもどうも。あー、苦労した。もうスティックもげるかと思った。ふふ。さあ、これでここもクリアしたし、なんかあの辺とかさ、たどっていったらどっかたどり着きそうな感じするよね。どうなんやろ。とりあえず先に進んでいこうかなと思うんやけど、この上に、なに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 、あ、びっくりした、やめてや、超びっくりするやん。しかも多くね。まあ多くっても頭叩けばいいからいいんだけどさ、別に。ちょ待ってね、とりあえず、はい、そこ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 の君、頭を拾わない。あー、頭頭、そこの頭、はい、オッケー、はい、了解。んで陰ってきたね。あ、あの上のやつはクリアしとんや。ん、あれ、人人じゃない、人よね、これ。え、人じゃないの、人だよね。そこの君、もう一度言う、我らが言い方に入らないか。もう一度、誰だよお前。遠慮します。な、断るだと。断りますよ、愚かなやつめ、生かしてはおけん。お命頂戴する。何、過去に会いました、あなた。もうちょっと君うるさいよ。牛骨ボココンボが壊れた。だいぶダメージ与えれとるね。まあだって、竜骨ボココンボ、あ、やっつけてる。え、やっつけてる。マジか。てか、なんなの？ジーガダン、バナナ好きだな。バナナ好きすぎないか？私てっきりマックストレフ探しうる姉妹か何かかと思ったよ、また。全然違ったね。まあいいや、新しい武器手に入ったし。首刈り刀。
あれ、あの辺は何、動物かな、草かな。動物か草かすらわかんね。あ、あの辺動物じゃない、何の動物、牛、牛、狼や、狼。何こいつ、敵呼ぶのこいつら。なんだよおい、敵呼ぶとか聞いてないけど、聞いてないですけど。はいはい、ダメダメ。もう一個は、あーびっくりした、オッケーね。木の矢ゲット。なんなの、狼って骨呼び出すの。めっちゃややこしいやん。なんかあの辺なんか一回死んだ場所があるの。おう、なんだ、危な、何しにこの辺まで来たんやろ。私前にも来たことある場所ってことか。おいこら、あ、おお、もう明るくなったから呼び出せねえだろ骨。え、いる、もしや。いないよね。蝶ネキミ、肉になってよ。私の食料。お、極上獣肉。主に大型の動物から手に入るとても貴重な肉。極上の名に負けない旨味と食べ応えを持つ。料理に使えば絶品の出来上がりが期待できる。極上獣肉ってさ、誰か探してなかった？ミニチャレンジ。極上獣肉。王家秘伝の、違うね。肉食系男子。あ、極上獣肉、ほら。あっこや。てか、この辺なんか辿っていけそうな気がしなくもないけど、普通に下歩いてったんでいいんかな。まあ、いっか、下歩いてくか。てか、この辺来たことあるんかな。でも、バツ印がついてるってことは多分、一回来てあっこで死んだってことやろ。あ、でも向こう側？山の向こう側かな、もしかして。危ないよ、なんか。何？敵？え？ねえ、なんか、サンダーチュチュ的なものが、名前合っとるかどうかわからんけど。ん？あれ人じゃない？あ、人だ、人だ。そしてちょっと、こっちを。ちょっと待ってね。この辺、リモコン爆弾でやれば、武器がなくならずに済むって言ったよね。へい。あ、岩塩、岩塩。この辺、よいしょ。そう、夜光石も集めんといかんのよね、そういえば。あっこにもなんか光よる。あら、薪の束じゃないの。火打ち石。夜光石なかなかないな。どこかに、何？どこかに？見せろよ。いやいや、こんなところで人に会うとは。不幸中の幸いとはこういうことなんですね。私もあなたと同じ旅人なのですが、この峠で魔物に襲われてしまいましてね。その時、相棒の馬が逃げていってしまいまして、ここで立ち往生しているところだったんです。それは大変。馬さえいればまだ旅を続けられるのに、あなたに同じ旅の仲間としてお願いがあります。旅の途中で私に合うような馬を見つけたら、100、いや、300ルピーで譲ってもらえませんか？あなたに合うような馬がどんな馬かはわからんけど。ありがとう。ただあまり大きな馬だと私には乗り越さないんで、適度なサイズの馬を頼みます。ふわっとしとるね。その馬買い取ります。ふんふん。馬をね。あ、一応ここなんか休憩できるとこなんやね。なるほど。多分この辺来たことないとこやね。ゲルド族のとこに着くんかな、このまま行きよったら。てか、この間チラッと話だけ出てきたリト族の村はどこ行った？ね、リト族の村とやらはもうなんか多分通り過ぎてしまったんじゃないかな。ん？あ、村じゃないこれ。あ、村っぽくない？村だ多分。え？とか言って、違うね。全然村。もしかしてもうここ村の中とかじゃないよね。違いますよね。でも多分近いんじゃないかなって思うんやけど。これなんなん？あ、びっくりした。何を思ったんかと思ったよ。これ上上がっていけるってことやんね。こういう高いところから見た方が
いろいろわかるんじゃないかな。この辺吹き飛ばしたらなんか入っとりそうやね。あれ多分コログのやつやな。でもこれ吹き飛ばしたら多分下に全部落ちてくな。あ、いや若干イチゴ来たー。さあちょっとここ上に上がります。怖いね、なんかこんな高いところが落ちたら必ず死ぬやろ。めっちゃ高いとこまで来たよ。まあでも崖登り寄ったりとかするのと変わらんか。ほら電気まである。この辺夜になったらちゃんと電気つくんかな。その電力は一体どこから。山の頂上とかになんか村作ってそうやね。え、こっから上、あ、行けるんか。はしごか、これ行き止まりかと思ったよ一瞬。今朝？朝の8時20分。私はこれは一体どこへ向かっているんだろうか。飛び込み台？そんなとこには飛び込めない。あ、塔あるやん、あっこ。よし、これなんやろ。門？あら、ボコブリンの集落。よっしゃ、向かうか。何あれ、リザルフォス？リザルフォスかな。ですね、リザルフォスだね。なんかちょっとデカめの、デカめ？ちょっと強そうなリザルフォスだね。ちょ、君ダメダメ、そういうの振り回してだ、振り回してないね弓とか使っちゃダメだよ。さ、首狩り方までやりますか。燃えてんじゃん、あいつ。ちょ、待って、それ武器取ったりとかするんじゃないの。やめてよ。なになに、バチバチ。あ、体力やべえ、体力見てなかった、やべえへいへい、回復。私には回復があるけど、あんたらには回復ないでしょ。よしよしよし、身ぐるみ剥いだ。飛び狩り刀が壊れそう。あれ多分強いリザルポスよね。色違うもん、みんなとなんかちょっと色違うもん。あ、あいつも燃えたの。ボコブリン、あんた何、上から上から平和な感じで。よし、ここだよ。はあ、イエーイ。結構高い位置に置いとんやね。ふう、拾えるものは？なんなんこの銀色の岩、銀色じゃなかった別に。光の加減でそう見えとっただけか。ああ、一匹リザルフォス燃えたんだね、かわいそうに。鋼鉄リザルシールド、お、強っ。金属の装甲を何枚も重ねたリザルシールド。ガード性能は高いが、重量があるため戦闘能力の高い個体だけが装備している。なるほどね。三股リザルブーメラン。刃の数がさらに増え、攻撃力が高くなった件、ブーメランとしても使えるが、取り扱いが難しく、主に戦闘に長けた黒リザルフォスが、抵抗するかな。ほうほう。いい武器をゲットした。黒リザルフォスっていうんやね。うん、あれ強そうやったもん、めっちゃ。さ、いい感じでいろいろと。お、強化リザルブーメランもまた手に入れた。やったね。武器がいっぱい。これ先に使おうか、強化リザルブーメラン。よいしょ。お、騎士の弓。やけど弓ポーチに入らねえ。とりあえず、いらん弓を。この旅人の弓とかいらんね。ちょっと待って。へい、これを捨てる。そして旅人の弓をゲットします。旅人の弓？騎士の弓をゲットします。ほんで、装備しとくのは、まあ、とりあえずこのトゲボコ弓を装備しておくか。うん、オッケーオッケー。これで、あとは、この上の、塔を目指そう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。